メスアドベンチャーやっていきます。絶対ここにブロックがあります。ないんですよね。うわー、おい、もうこれさあ、なんか変わってる同じトリックを2回使うのは正当手には役に立たない。これ せいやじゃないのってことは、なるほど。ってことはこれ1回目は食らう前提なのか、もしかして。ここ、うわー、あー、来た来た。いや、もう一回やな。で、いや、これね、雲絶対危ないから、こうだね。でー、ちょっと待って、右下の石つぶてみたいなやつは何？レンガをお見せします。いや、でもこれショボンのね、あの火山のとこやな。え、ジャンプしたらそうなんだ。ここはだからジャンプしちゃいけないよね。なるほど、なるほど。わ、え、戻らないで、戻らないで、なんで戻んの。待って待って待って、もう一回いける、もう一回いけそう、もう一回いけそう。もういけないんだ。こう、うわあ、待て、ここで、ここで調子乗ってたらやれるよ。落ち着け、大丈夫、行っていい。何してんの。行こう。あ、行った行った行った。フレンドリーなディマインダー、太陽に気をつけて。土管は入らない。太陽、つまり雲が怪しい、雲が危ない。うわ、でもどうやって今来た、この雲らへんだった。でもあの速さいける。うざすぎる。え、え、油すぎー。おいおいおい、バカがよ。うわ、そうで、この上に乗る。で、油断すんな、まだあるぞ。ないんですよね。ってことはこれ正まで行っていい。ほんと正まで行くよ。うわ、疑心暗鬼させてさ、中途半端なプレイさせるのやめてくんない、マジで。ここか。ほー、天才。で、ここ調子乗らせて、ここブロックあります。ないんですよね。お、何もないの。え、え、何もないの、何これ。いい男は彼の最愛の女性を傷つけることはありません。でも大丈夫、俺にはセーブ地点があるからね。上から行くか。うえー、山がバネになってる。待って、え、今見た男の顔。え、待って、いい男は彼の最愛の女性を傷つけることはありません。こっちを向くと目がきれ、こっちを向きながらやるのか、もしかして。まさか、あ、それはでも不可能。あ、待って、おい、主人公のほっぺたが赤くなってる。ハレンチなことをして傷つけちゃうのかな、これ。このまま言ったら、あー、ごめんね。いや、俺も男だからよ、さっきのはしょうがねえよな。こうね。うわ、待って、またこのタイプだ。絶対これ上から行かないといけないやつだ。こっからこうジャンプしてってくれそう。はい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 、来た来た。こういうことだ、つまり。は？いい男は彼の最愛の女性を傷つけることはありません。いや、これが絶対謎解きというな。いい男は彼の最愛の女性を傷つけることはありません。このほっぺたが赤くなってるのはなんだ。何？上にも乗れんのか、そのパイ。待って、上か？ガクソ！待って、上か？下から触るか、上から触るかってこと？じゃあちょっと今回上から狙ってみるか。上からでなんかある。うわ、なんもねー。うわ、無理だー。上から。だよねー。だよねー。なんだー？
お前さ、1個目のステージでやることかこれ。こっからよ。実はこの下に、え、待って、ほっぺたをあからめずに行くってこと？これで運ばれて、女性を見ちゃいけません。男とは一人の女性しか見ちゃいけないんですよ皆さん。ポンポンで、ここもポン出して、でこう、でも左は押さない、右で最頂階まで上がってこう、いいよ。でここも冷静にいこう、ギリギリまで右行ってこう。さあどうだお姉さん、僕があなたのプリンスです。ふぅー気持ちいい。ファーストステージクリア。これ絶対土管がビューン。うわうわ、この手やつだ。ここに来ないで。何、ここに来ないでと言った。お、なんかさ、銃のアイテムも手に入れた。うわー待って、わかんねえ、これわかんねえ、わかんねえ。ここでは構えられない。え、どこなら構えられんのじゃあ。え、どこなら置けんのこれは。え、ここ、あ、待って、ここに置いてここ、あ、そ、あ、そういうことか、そういう感じか。役に立たないと、全く役に立たないな。いや、クリックでも打てないんだよな。あ、待って、スペースで打てるわ正直。あ、いや、いけないんだ。待てよ、女をやる。うわほんまや。銃取って、まあ、一応これはここら辺に配置しとくか。ほんまやな。ここか。で、どうすんだ。だが、しかし、うわ、せっかくこっち来たけど、せっかくこっち来たけど、わかんないけど、絶対こっちだ。マウス、違う、なんだ、クラッシュ。ああ、来た。そういうことか。ま、実質タダにするみたいな感じか。なるほどね。やばいよ、来たわ。でも非常にまずくない？非常にまずくない。あ、置けない。待って、落ち着いて。え、俺負けんの。この流れで負けんの。嘘でしょ。いや、いけそう。やばい、後半の火力がない。トラメ足りてくれ。危ねえ、マジで。何のゲームだよ。2個目クリアした。3ステージ目。おお。で、あえて踏まない。待って、お前わかんねえと思ってんのか。おい、舐めやがって。で、これなんだ。あ、勝手に動く系のやつ。いや、これ上の D4 すか。いや待って、この雲は多分当たり判定があると見た俺は。お、スマッシュ。逆に何もしない、それが勝ちにつなが。こっちか。これ踏んでみていい？どうした。うわ、あ、うぜえ。あ、待って、D 押すんだ。
効果。あれでもこれ太陽当たんね。この辺。くしょーめー。いやダメか。やっぱ人間に反応するのかこの太陽は。待って分かった。トゲぷよぷよパターン。うわー。うー。違うのかよ。くそ。え、違うの？いやトゲぷよぷよる。おい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 ！なんだてめえ！これ乗れんじゃん。わかるわけねえだろ！でこうやってこうやってでこっからこう降りてオッケー！でなんで下からは反応しねえんだこれ。反応しないの？そもそも。え、これむずくね？ちょっと待って待って。え、これむずない？え、あの太陽信じていい？あの雲。なんだなんだなんだ！ってことは、上からか？いや、違うか。バン。こういうことだな。きたー。一体何を探していますか？うわー。ゴールを探してます。うわ、なんだろう？これ。あ、どら焼き取れる？ってことはどら焼き出すだけ出して取らないと。うわ、なんだお前これ。出したらダメなのね。もう出さないからね。え、でもこっからおお。いや、ワンモアあるな絶対。こんな素直に行かせない。あ、なるほど、そういうことか。時間でね。ここにある。ない。やべ、しまった。あ、いけた。うーわー、ちっちゃいマリオの世界みてえな。え、スモールライトが必要なんじゃないこれ。ちょいもー、スモールライト出してよー。え、うわおい、のび太。いや、声もちょっとジャイアンなのやめて。スモールライトちょうだいよ。取ったらでもやられるもん。うわー、びっくりな。これ出したらダメだった。そう、出したらダメだった。バヨーン。ほら来た。え、来た。スモールライトちょうだい。違う、それじゃない、それじゃない、違う。スモールライトちょうだい。え、帰れないの？うわだろうな。踏むとか。いや待って、このまま逆にスルーしたら後であっち側でスモールライトを持ってきてくれるパターン。ここでどう。ほら来たー。てかスモールライトじゃねえのかよ。なんだっけあれ、なんてアイテムだっけ。ガリバートンネルか。ちっちゃくなるやつだよね。でもあれも、いやでも読みは冴えてるね。メスアドベンチャーのプロですから。よしで入ってちっちゃくなってこっからや。これはこっちからだ。怖いね。来た。え？うわ！右から左に入ったからこうなったんだ。左から右。キャー！のび太さんのエッチー！で、こう。こっちから。ほら、すごくない？また油断すんだよ、でも。今日マジで冴えてる。うわスネア！踏めないか、別に。音符があるうちなら通れる。あ、そういうこと？こっち。安いものは簡単に壊れます。まあ一応デレをするの。いや、この際、あ、ん？待って、そういうこと？え？えー、さらにちっちゃくなった。
リアする方法を見つけたようです。先の道が遠いので弱者の貴重な時間を遅らせないためにハンサムな作者をあなたに直接レベルを通過させることにしました。急いで作者に感謝します。あなたはハンサムです作者。 You are welcome。 何が